はい、今日はデュッセルドルフのクラシックリマイズっていうところに来てます。ごめんなさい、僕の得た知識で合ってるんであれば、共有の駐車場、なんか車が好きな人たちが、まあ、共同で使う駐車場、ただそれがただの駐車場じゃなくて、まあ、要はコレクションされてるような車をこう止めて、まあ、休みの日にこう乗り換えに来る。でそこでこう売り買いもできる、この車売りますみたいな、はい、でそれに合わせて例えばその車のグッズ売ってるお店がくっついてたりだとか、あとやっぱり車も高額になるんでファイナンスの会社が入ってたりだとか、お茶ができるようにそのカフェが入ってたりレストランが入ってたり、まあ、とにかくその車好きが集まって時間を過ごせて、まあ、車の売り買いもできるっていう、ちょっとなかなか日本にそういうのがないんで、まあ、表現難しいんですけど、ちょっとそんな施設みたいです。でちょっと今回入って中の様子をお届けしたいと思います。ちょっとカンニングしちゃったんですけど、すごい車入ってるんで、ちょっとかなり取れ高あると思います。多分こんなの日本でまともに近くで見れるとこないよね。すごいやばいっすよ。前でちょっとわかんないけど、これはでもプライスついてないね。こんな感じで服屋さんが、車がちょっと関係してんじゃないか。こんな感じで車のグッズというか本とか売ってる。見てください、これ40。これちょっとプライスがついてないんで売り物かどうかちょっと分かんないですけど、でも多分売り物だよね。多分そう。でとにかくちょっとこう下調べしてから来てるんですけど、想像してたのよりでかい。すごい。でこれちょっと一瞬だけカンニングしちゃったんですけど、やばい、この中本当にやばい。だって入って取り外さった見てこれ。そして何本チーターだっけ。チーター？チーターじゃないんだっけ。あ、だから軍用車がチーター。ああ、うん、今間違ってるんかと思って調べちゃったよねチーター LM00 に、まあ、だから要は、ハンビーとハマーみたい。ウルスもだって初めて見たよ俺あれ。ウルスもあれがモチーフなんです、うん、あ、そうなんだ。ところどころ似てるんですよ。あ、そうなんだ。ウルスのご先祖様。そうです。なるほど。ウルスは実はこうランボ初の SUV じゃないんだよね、うん、すごい。あれ日本に入ってるの。あれ初めて見たよ。だって前誰か本当にカーセンサーに毎日台だけありました。そして見てください、こんな感じで、まあ、スペックシートとプライスがついてるみたいな。でちなみにこっちは売れてます。ソールドの、はい、でもちろん触らないでね。すごい、これすごいね。すごい。え、これフェラーリの何。モンディアル。こんなの見たことないよ。これ超かっこいいですよ。うわー、もう全然もう俺の知識はついてくんないでこれはすごいフェラーリの FR のやつ。でこういうのも例えば86,500 ユーロ、これ欲しいんですけどってやっぱ買えるっていう。ちょっととてつもないね。すごい。屋根開きです。屋根開き、うん、あ、売れてる売れてる。これも値段上がってますね。あ、そうなんだ。例えばフルースのここあるじゃないですか。ここはこれから来てる。あ、そうなんだ。確かに。すごい、初めて見たよこんなの。あ、でもちゃんと全部なんか代わりなんだね。でもちょっとなんかこうメーターとかカウンタックとかなんかディアブロ、あんな感じのちょっとメカメカしい感じ。ちょっと今で言う今のこう六角形とまた違う一世代前のランボの雰囲気が、すげえ。これ乗ってたらやばいね。いやすごい。とにかくもうぎゅうぎゅう詰めです。え？300SL。マジか。メルセデスミュージアムになって。そうだ。
物館級じゃん。これがついてる。3億円とかなんですか。マジか。300SL、スパイダーは、スパイダーは、3台。欲しい方買って帰りますんで、はい。コメントください。すげえ。すごいね。で、こう車好きとかがこう集まってお茶飲んだり、車談義に花を咲かせたり。ちょっと日本にこういうのがないんで、なかなかその例えようがないんですけど、本当にこういう車好きな人にとってはものすごくいい施設というか、盛り上がる。すごいね、これ。こんな光景あるだってすごい。ユニモグじゃないのあれ。ユニモグって書いてある。これね、日本にいるんだよ。49,000。すごい。誰か買いましょう。買いましょう。これ登録できるんですか。日本でなんかね、雑誌に出てたの見たことある。で、こんな感じで真ん中にカフェとレストランかな、これくっついてて、で、なんかそれに便乗してこうファイナンス、お金貸しますよっていう会社が入ってたりとかするみたいです。わっ、すごい、もうこれかぶってるけど、こうやって入ってる。で、わかった。ここね、こっちの中にあるのはこのクラシックカーの車屋さんの在庫の車なんだね。で、向こうがその個人のコレクションみたい。そういうことなんだね。ごめんなさい、ちょっと勘違いというか間違った説明してます。この中のは、例えばこっち側だったら何て読むの、ブラッ、読めません、ブラッティケの在庫の車みたいな。で、向こうは向こうでオートSLっていう車屋さんの在庫みたいです。あ、もともとこんな感じだったか。あ、鉄道のなんかその施設をずっと行って、こっちが個人のコレクションみたいですね。だからこっちは全部ナンバーがついてて、まあ、休みの日に車を乗り換えに来たりとか。すごい、個人のコレクションもこれとてつもないですね。で、整備するとこがくっついてたりとか。ここ磨き屋さんかな。そうですね、マグワイヤーだから磨き屋さんですね。整備するとことか、もうすごい、そんな施設です。わ、こっちもあれなんだ。まあ要は立柱をこう貸し出してるんですね。うわ、もう売り買いしたい人、見せびらかしたい人、まあ見せびらかしたいはどうかわかんないけど。すごいね、これスーパーカー協会で見たことがいいっすねそうだね、そうだね。これアルファのヤバいやつですか。すごいクラシックの車から割と新しめの超高級車まで、もう SLR が止まっております。これなら分かります。でかい。あ、違う、何だこれ。もっとヤバいやつ俺これね、一回だけ見たことある。これね、日本で一回だけ見たことある。走ってるんですか。うん、ちょっとじゃあお茶してく。いや300SL がいっぱいあるとこやばいですよね。これでも本当にちょっと博物館級だよね。多分このアルファもなんか俺も全然知らないけど、多分すごいやつなんでしょう。あれだってワーケンのこれ、コンセプトカーじゃないの。
ってたの。はい、というわけでクラシックリマイズであったのかな、はい、あのめちゃくちゃマニアックな施設を、多分これ紹介してるとこってほとんどネット検索したら、まあ、写真なんかバーって出てくるのあったんですけど、多分動画でこんなポンコツが来てぐるっと回るっていう多分ないと思うので、はい、こんな施設をご紹介させていただきました。というわけでチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。社長に LINE 送る。あ、そうだ、社長にちょっとどれ買ってきますっつって LINE 送る。そうそう